休憩前に引き続き会議を開き質疑を続行いたします。次は小川美佐子議員。2013年猛暑からやっと解放された9月の定例議会におきまして、一昨日深夜から日本の原発50基がすべて停止している中、原発なしで暮らしたい人々、そして弱い立場に立たされている市民の声を届けてまいります。通告後の取材で理解に至りました件は割愛、また順番を入れ替えての質問もありますことをご了承ください。まず市長の政治姿勢を伺います。これまでも形骸化したパブリックコメントなど重ねてお尋ねしてまいりましたが、市長の標榜される市民参画、市民との共同とは一体どのようなものなのか、また独断専行が目に余る知事のもと繰り広げられる県政が本市に与える影響について市長はどのように関わり、その責務はどうなっているのか、伊藤知事は行ってもいない放射性物質の拡散シミュレーションを科学的根拠として平気で虚偽発言をしてまでも EPZ 20キロ圏という方針を打ち出し、その後突然 UPZ 30キロ圏を設定し混乱を招きました。また唐突に浮上した塩陽台の県営住宅計画変更の問題では、住民の意向を徹底無視した不誠実な傲慢姿勢、突然のドルフィンポート前倒し閉鎖と県総合体育館建設方針で市電延伸しての観光路線計画は県の方針決定を待つことになり、森市長はマニフェストとの整合性まで追及されることになりました。知事介入と即分する市立病院長人事は突然すぎて心の準備もなく、優秀の美を飾ることのできなかった上津原前病院長は苦しい胸の内を告白され、立つ瀬のない出発を余儀なくされ、家中に放り込まれた坪内新病院長は質問攻めと、どちらも人生の節目にシミが残ってしまいました。それは返す返すも森市長、あなたが知事に翻弄され振り回されているからではないですか。それぞれの問題を逐一お尋ねする予定でしたが、時間の関係でまとめて県と本市の合意形成のあり方についてお尋ねいたします。以上、市長に答弁を求めます。森市長。小川美佐子議員にお答えいたします。私は市長就任以来、市民との対話、パートナーシップを大切にした市民が主役の鹿児島市の実現を、市運営の基本理念に各種施策に取り組んできたところでありまして、昨年度からスタートした第5次総合計画においても、6つの基本目標の最初に市民と行政が開く共同連携の街を掲げたところでございます。今後もより多くの市民の皆様方に積極的に市政に参画していただくことにより、市民と行政が共に考え、共に行動する共同連携の街づくりをさらに進めてまいりたいと考えております。次に、複合施設の整備や路面電車観光路線検討事業など、県と市の間で協議、連携を図っていくべき課題が多々ございますが、私は市、県ともに目指すべきところは、市政、県政の発展と市民、県民の福祉の向上であり、そのためにお互いに対等な立場で協議を行い、連携、協力を図ることが重要であると考えております。地方の行財政を取り巻く環境がますます厳しくなる中で、県都である本市が着実に発展をしていくため、私としても県市意見交換会をはじめ、さまざまな機会を通じて意見をしっかりと交わすなど、県と市で協議、連携を密にし、互いの計画等の整合性を図りながら、一体となって本市のまちづくりに積極的に取り組むことが大切であると考えております。小川美佐子議員。市長にご答弁いただきました。そうあるべきだという理想を述べいただいたようですが、県と市
都が対等な関係を保ち協議をしてきたのであればこのような事態を招いていないと思われることが多々あるのでお尋ねしたのです。引き続き市長の政治姿勢について、森市長は仙台原発の再稼働に関して福島第一原発事故の影響を考えますと住民の安全性を確保することが最優先され、また安全性が担保されない限り行うべきではないとの考えを繰り返し示されます。そして必ず国において総合的に検討していかなければならない課題、同意を得るべき地元自治体としては県と薩摩川内市であると考えており、県においては関係自治体に対して十分な説明をするべきであると回答されました。されてきました。手続き的にはその通りですが、私たちが正しているのは市民の生命と財産を守る森市長の率直な考え方なのです。汚染水問題は3つのトラブルが重なり、はじめ120リットルとしながら翌日には300トンと発表、汚染水トラブルの深刻さを示す国際原子力事象評価尺度はレベル3になったにもかかわらず、オリンピック招致にあたっては懸念材料だった福島原発事故の処理について、安倍総理は簡単に言えば完璧にコントロールされているから心配には及ばないと偽り発言をしました。このことについて市長の見解を求めます。森市長。国におきましては汚染水問題への対応を東京電力任せにするのではなく、これに対し前面に立ち責任を持って想定される危険性を広く洗い出し、予防的かつ重層的に取り除く抜本的な対策を講じるという強い決意を示されたものであると考えております。私といたしましては、まずは深刻化する汚染水問題の根本的な解決に向けて、国は全力を傾注し、地元をはじめ国民、さらに海外からの不安等を払拭していただきたいと考えております。美佐子議員。市長に答弁いただきました。市長は汚染水問題は国が前面に立ち想定される危険性も広く洗い出し抜本的対策を講じるという強い決意の表れが安倍総理の発言だと過剰なほどに楽観的な見解を示されました。果たしてそうでしょうか。安倍総理は手の施しようもない深刻な汚染水問題を被爆問題を棚上げしてトップセールスマンとして地震大国のトルコにまで危険な原発を売り、そしてあろうことか政府はエネルギー基本計画に原発の活用を明記。ではこのことについて市長の見解を求めます。森市長。原発の輸出や基幹エネルギーとしての活用に際しましては、福島第一原発事故を踏まえますと原因究明や対策など、まず安全面の課題の解決が優先されるべきであると考えております。小川美佐子議員。森市長に原発輸出、原発を基幹エネルギーとして活用するのであれば、福島第一原発の事故を踏まえると、原因究明や対策など、まず安全面の課題の解決が優先されるべきだと考えられると答弁いただきました。収束のめどが立たず、全原発を廃炉にという声が広がる中、エネルギー基本計画に原発の活用を入れるのは無責任すぎます。安倍総理は汚染水による影響が福島第一原発の港湾内 0.3 平方キロメートルの範囲内で完全にブロックされていると偽りの発言を重ね、国際オリンピック委員会 IOC 委員の質問に対し、健康問題については今までも現在もそして将来も全く問題ないということをお約束いたします。抜本解決に向けたプログラムを私が責任を持って決定し、すでに着手していますと回答しています。7年後の2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックで日本中が大騒ぎする中、15万人の福島原発事故の避難者、そして被爆が心配な子どもたち、汚染のため船を出せない漁業、農家、汚染を強いられる被爆労働者の方々の思いをどのように受け止め、どのように感じておられるのか、以上、市長に答弁を求めます。森市長。
未だ不自由な生活を強いられている数多くの避難者の方々や、放射能汚染の深刻な問題により仕事を奪われ、また健康への不安を抱いておられる方々など、福島第一原発事故の影響を受けておられる皆様方の、まず復旧・復興の道筋を示し、着実な進展を図っていただきたいとの思いは当然のことであると認識をいたしております。国においてはこれらの皆様方の不安を払拭するよう、十分な対策と支援を迅速かつ確実に進めていただく必要があるものと考えております。小川美佐子議員。市長にご答弁いただきました。仮設住宅に避難されている高齢の方たちの孤独死、安倍総理の偽り発言に対する福島の漁業関係者らの呆れた違和感があるとの怒りの声、人生のほとんどを原発に捧げてきたのに東電を信用できない、津波前の原発建屋内現場の実態を遺書にしたためた福島第一原発作業員の無念の声、いくつもの原発による深刻な被害を知れば知るほどオリンピック招致決定を手放しで喜ぶ気にはなりません。世界中が人の命を踏み台にしたおもてなしを望んでいるのでしょうか。このような事態に蓋をして国際社会が許すはずはないでしょう。311事故後のことを思い起こせば、3月21日東京開幕予定だったフィギュア世界選手権をドイツが出場を見送り、カナダ、米国の選手も自粛、結局東京での開催は急遽ロシアへと変更されました。フランス政府は福島第一原発から漏れた高濃度の放射性物質が東京に到達するなどの最悪の事態を警戒し、東京周辺に滞在中のフランス国民を速やかに国外退去させました。オリンピック・パラリンピックの選手たちが日本の現実を知ったらどうなるのか、2年半前のことに重ねて考えていた、そんな矢先、突然秘密保全法案が浮上。防衛、外交、テロ活動防止、外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止という4分野を特定秘密の対象とした保護が目的です。今なぜこのような特定秘密を保護する法制定が急がれるのか、順番を変えて以上お尋ねいたします。倉掛総務局長。お正しの特定秘密の保護に関する法律案につきましては、本日まで国によるパブリックコメント手続きが実施されております。その資料によりますと、情報漏洩に対する脅威が高まる中、政府部内や外国との間で情報共有を推進し、国および国民の安全の確保を図るためには、政府が保有する重要な情報を保護する制度の整備が不可欠であるとされております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。秘密保護法案のパブリックコメントは本日締め切りですが、特定秘密を保護するという重要な法案なのに期間はわずか2週間。なぜ急ぐ必要があるのか。原子力事業に関しては公開が原則とし定められているのにもかかわらず、 3.11 事故後公表されなかったスピーディーの6500枚の放射能拡散試算図、2ヶ月隠し続けられたメルトダウンなど、ことごとく情報が隠されました。しかしながら秘密保護法が成立すれば、原発関連情報は原発テロを想定し特定秘密扱いに、そして TPP 交渉に関する情報も外交に指定され特定秘密扱いにできるでしょう。そしてこの法案はそれを取り扱う人を調査管理し、事実を外部に知らせたり外部から知ろうとしたりする人などを処罰することによって特定秘密を守ろうとするものです。そうすれば安倍総理が世界に対してついた虚偽発言もごまかし通せることになります。本当に恥ずかしい国日本です。さて足元の問題です。ある新聞の調べで、原発事故発生の時の住民の避難計画が再稼働申請のあった6原発の30キロ圏内に位置する10都道府県52市町村のうち半数以上の自治体で避難計画が出ておらできておらず、仙台原発では全自治体で避難計画ができていない。避難先の確保についても52自治体中、本市を含め約 21% の11市町村ができていないとのこと。急ぎ取り組むべきこと
だと思いますが、以上答弁を求めます。下村市民局長。お答えいたします。本市の UPZ 内に居住する郡山地域の住民の避難計画に関しましては、風向きや降雨の有無などの自然条件をはじめ、住民の居住状況や道路の状況といった地理的条件などを総合的に勘案しながら、対象自治会への説明や本市の原子力防災アドバイザリー委員等との現地調査をもとに避難先の選定も含め、検討を進めているところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。避難先の確保は何よりも最優先されなくてはなりません。選定も含め検討中とのこと。災害はいつ起きるか分かりません。避難計画、避難先確保を急いでいただき、決定後は速やかに周知徹底していただくよう要請しておきます。最後に再稼働についてですが、本年8月、桜島観測史上最も高い5000メートルの噴火、噴煙を上げ、爆発的な噴火を経験しました。火山災害に対する安全性の根拠をまずは明らかにし、安全確認審査は6ヶ月と限定せず、徹底的に審査をするべきではないでしょうか。市長の安全性の担保とは、国任せではなく、このような具体的なことだと考えますが、いかがか。以上、市長に答弁を求めます。森市長。仙台原発に関する審査に際しましては、原子力規制委員会の職責にのっとり、国内外の最新の科学的知見による厳格な基準に基づき、原子力施設がこれに合致しているかを厳正に審査され、安全であるとの判断がなされることが最低限必要であると考えているところでございます。小川美佐子議員。市長に火山災害に対する安全性の根拠を明らかにする件について答弁いただけませんでした。万が一事故が発生した場合、被害者数が最も多い自治体の長として知事や薩摩川内市に市長にも進言していただくよう要望しておきます。次に、再生可能エネルギーの新たな展開について、1、 NPO 法人鹿児島市民環境会議における平成16年1月に県内初1号機から現在8号機まで設置している市民の寄付で作る市民共同発電所、お日様発電所に対する認識と評価について、2、薩摩川内市が始めた 小中学校、給食センター、市営住宅など市の41の公共施設の屋根を太陽光発電のために貸し出す事業について市長の評価。次に、3、環境ネットワーク鹿児島に少々購入業務を委託しているグリーン電力制度のスタート時からの購入実績の推移。以上、お示しください。堀市長。太陽光発電につきましては、固定価格買取制度の導入により、多くの事業者による再生可能エネルギー市場への参入が見られるところであり、薩摩川内市など自治体による公共施設の屋根貸し事業につきましては、民間活力を活用した再生可能エネルギーの導入推進という面で有意義な取り組みであろうと考えているところでございます。本市におきましても、今年度公共施設等への再生可能エネルギー導入指針を策定する中で、他都市の事例も参考にしながら検討を進めているところでございます。田中環境局長。お答えします。市民共同発電所、お日様発電所につきましては、 NPO 法人鹿児島市民環境会議が市民からの寄付金等で設立した環境基金を活用し、自然エネルギーへの転換を市民レベルで行う試みとして、これまでに市内の民間保育園など8施設に合計70キロワットの太陽光発電設備を設置されております。本市では地球温暖化対策アクションプランにおいて、市民、事業者、市民活動団体等がそれぞれの役割分担のもと地球温暖化対策を進めることとしており、この活動は市民の環境意識の高まりによる一つの成果と認識していることから、今後の再生可能エネルギー導入を促進する上での参考としたいと考えております。
グリーン電力の購入実績でございますが、平成20年度からの市民からの購入件数、購入量を件数とキロワットアワー単位で順次申し上げますと、20年度32、214,412、21年度141、428,824、22年度295、518,415、23年度403、512,409、24年度417、524,761となっております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました市民共同発電所、お日様発電所については、今後の再生可能エネルギー導入促進の参考にされたいとのこと、また薩摩川内市の公共施設の屋根貸し事業も有意義な取り組みと評価されました。この事業も含め、本市でも検討されていると受け止めます。グリーン電力購入の実績は横ばいですので、啓発も含め努力していただくよう要望しておきます。新たな質問に入ります。高齢者介護、独居高齢者、障害のある高齢者の暮らしについて順次お尋ねいたします。居宅介護の利用者数、その5年間の推移、65歳以上の高齢者を介護している、いわゆる老老介護の占める割合、介護負担を減らすための事業について以上をまとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。お答えします。居宅介護の利用者数を平成20年度から24年度まで順に申し上げますと、約15万6000人、約16万2000人、約17万3000人、約18万2000人、約19万3000人でございます。23年1月の高齢者実態調査では、高齢の介護者が高齢者人口に占める割合は 39% で、介護家族の負担軽減のために介護保険のサービスでは、訪問介護やショートステイなどの日常生活上の世話などのサービスを提供しております。また介護保険外のサービスとして紙おむつ等の助成のほか、家族介護交流会等を実施いたしております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました、いわゆる老老介護が約 39% という実態を明らかにしていただきました。次に過去3年間の高齢者虐待の件数、相談数の推移、また高齢者の介護や虐待の状況はどのような実態調査をされているのか、虐待の累計、増加の傾向、虐待者との関係、男女の比率、その背景と要因についてお示しください。また本年9月11日報道のあった、本市大名が丘の認知症の母親を介護者である息子が殺害した事件は未然に防止できなかったのか、以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。本市の高齢者虐待件数等について、22年度から24年度まで順に申し上げますと、虐待件数は61件、62件、58件、相談件数は68件、72件、70件となっております。また、虐待の通報があった場合は、関係者からの情報収集や自宅訪問を行い、虐待の有無や程度、身体、精神状態などの確認をしております。虐待は身体的虐待が最も多く、以下、心理的虐待、経済的虐待、介護の放棄、放任の順となっており、ここ3年間では心理的虐待が増加傾向にあります。また、虐待者の7割以上は男性で、非虐待者との関係では、息子によるものが最も多く、以下、夫、娘、妻などとなっており、ほとんどが同居家族によるものでございます。この背景、要因としては、長年の家族関係や介護疲れ、経済問題などが考えられるところでございます。今回の事案につきましては、本年7月下旬に地域包括支援センターに近隣から通報があり、同センター職員が自宅を訪問し、高齢者の安全や身体状況等を確認するとともに、家族の生活状況等について聞き取りを行いました。本社は同センターからの報告により、身体に不審なあざや怯えた様子もないことなどから、直ちに分離を要する状態ではないと判断し、継続してモニタリングを行っていくこととしました。その後、同センター職員が複数回訪問をし、虐待を疑う兆候がないか注意を払いながら、息子に対し、
介護負担の軽減を図るための制度案内をするとともに、高齢者へは病院受診の提案等を行っていたところでございます。このような中、突然痛ましい事件が発生し、誠に遺憾に思っております。本市といたしましては、不動センターは虐待対応や支援について適切に行っていたものと考えておりますが、今回の事件を教訓とし、今後発生に至った経緯や状況等を分析して再発防止に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。ここ3年の傾向として心理的虐待が増加傾向にあり、虐待者の7割以上が男性とのこと、今回の痛ましい事件が象徴しているように非虐待者との関係では息子による虐待が最も多く、今回の事件を教訓に発生に至った経緯状況などを分析されるとのこと、二度と虐待死を出さない再発防止に努めていただきたいと思います。答弁くださった虐待の要因となる介護の疲れ、経済問題について、家庭介護者の健診及び精神的、身体的、経済的ケアは行っているのか、さらに家庭介護者が地域で孤立しないため、とりわけ男性の料理講習、生活スキルアップ講座が必要かと思いますが、本市での取り組みをお示しください。合わせて本市で平成20年度から実施している認知症サポーター養成講座の目的と実績、効果、開催回数、ボランティア数を以上まとめてお示しください。藤田健康福祉局長。家族介護者に対しての精神的、身体的な負担の軽減としては、不安と悩みの解消を図るため、認知症の相談窓口を設置しているほか、家族介護交流会等を実施し、介護者の心身のリフレッシュ等を図っております。また、経済的な負担の軽減としては、紙おむつ等の助成や、老人介護手当の支給などを行っております。健診については特に行っていないところでございます。次に、男性向けの料理教室は、地域福祉館等でメンズキッチンを実施しているほか、地域公民館でも、行っております。認知症サポーター養成講座は、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進するため実施するもので、24年度までに約570回開催をし、約1万9000人のサポーターを養成しており、これにより認知症の正しい知識の普及啓発が図られているものと考えております。なお、本年8月からボランティアとして、認知症高齢者等の見守りや、家族への支援を行う認知症等見守りメイトを要請しており、現在33人が登録をしております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。認知症サポーター養成には力を入れていただいているようですので、本年8月に始まったばかりの認知症見守りメイトにも期待を寄せておきます。次に、平成18年高齢者虐待防止法施行により設置された高齢者虐待防止ネットワーク協議会の問題解決の効果と課題をお示しください。また、その関係機関による代表者会議、実務者会議、ケース会議などの開催数と具体的な内容、高齢者虐待防止対応マニュアルの被害者、加害者の問題解決への活用、配布状況、以上まとめてお示しください。藤田健康福祉局長。高齢者虐待防止ネットワーク協議会の代表者会議は年1回、実務者会議は年2回、ケース会議は年40回程度開催しており、関係機関との情報共有や支援計画の検討などを行っております。このことにより関係機関の連携強化が図られ、虐待の早期対応や防止に効果があったものと考えておりますが、さらなる連携の強化と実効性の高い運営に努める必要があると考えております。高齢者虐待対応マニュアルは医療、介護等の関係機関に配布しており、関係機関がそれぞれの果たす役割について共通認識を持って、虐待事案に迅速かつ適切に対応するため活用しているところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。高齢者率とともに居宅介護の利用者数も増加、経済的な背景もある中で、代表者会議が年1回、実務者会議が年2回は少なくはないか、実効性の高い支援計画と連携強化を要望しておきます。
次は現場からの声ですが、長寿安心相談センター地域包括センターは17箇所で充足と見るか、拡充の必要はないか、地域包括支援センター運営協議会からどのような提言アドバイスがあるか、以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。地域包括支援センターは第5期の高齢者保健福祉介護保険事業計画において日常生活圏域の見直しを行い、24年度に2カ所増設したところでございます。引き続き高齢者人口の増加に合わせた職員配置などの体制整備を行ってまいりたいと考えております。地域包括支援センター運営協議会は同センターの適切な運営を確保するため設置しておりますが、これまで外部有識者を招いた職員研修の開催やケアマネジメント研究会の改善に関する提言等がございました。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。地域包括センターについては職員だけでなく民生委員からもせめて中学校単位ぐらいだとありがたいとの声をいただいていますので要望しておきます。次に本市の陸の孤島と言われるような限界集落に等しい地域における障害のある高齢者の暮らしに対する支援はどうなっているのか、また本市の一人暮らしの世帯数と高齢者緊急通報支援システムへの移行申請者数と設置者数および通信費負担金は市で負担できないものか、以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。障害のある高齢者につきましてはお住まいの地域にかかわらず身体介護や生活援助などのサービスを提供する訪問介護や訪問入浴介護等の介護保険サービスのほか UI 訪問給食や理髪美容サービスなどによりその在宅での生活を各面から支援しているところでございます。平成22年の国勢調査では本市の一人暮らし高齢者は約2万8000世帯となっております。8月末現在で緊急通報システムにおける旧システムから新システムへの移行申請は697件、設置は147件となっております。同システムの稼働にあたっては定期的なテスト通報が必要であり、それにかかる通話料金について利用者へ説明を行いご理解を得た上で設置をしているところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。緊急通報新システムの設置はこれからのようですが、移行申請者数もまだまだ少ないようですので啓発を要望しておきます。また通信負担金についてはホームページなどにも明記していただくよう要望しておきます。最後に高齢者が安心して暮らせるための施策の推進を市長の推進について市長の決意をお示しください。森市長。私は今後団塊の世代が高齢期を迎えるなど人口の高齢化が急速に進む中、高齢者が健康で生きがいを持って生活をすることが健康を保持していくためにも重要であると考えております。そのような中、第5次総合計画において高齢者が住み慣れた地域で安心して快適に過ごせるよう生きがいづくりの推進や福祉サービスの充実を図るとともに介護予防や地域包括ケアを推進し介護保険事業等の充実を図ることとしております。今後とも高齢者が生きがいを持って健やかに安心して暮らせるまちづくりを市民の皆様と共同連携して推進してまいりたいと考えております。ここで本日の会議時間について申し上げます。本日の会議時間は議事の都合により延長いたします。小川美佐子議員。市長の決意を伺いました。新たな質問に入ります。ホームレス支援、生活保護行政、生活困窮者自立支援法について順次お尋ねいたします。早速ですが、生活困窮者自立支援自立促進支援モデル事業について6月議会で要望しましたが、その後どのような検討をされたのか、
先に廃案となり、今後再提案が予定されている生活困窮者自立支援法案についてですが、国において生活困窮者のための支援体制が取り組まれることは背景にはどのようなことがあるのか、このモデル事業に対し今年度は30億円が予算化され、本市は人口30万人以上のため6000万円以内の補助額となることへの認識、セーフティーネットの役割を果たす生活困窮者の自立や就労促進、家計相談支援など画期的なアウトリーチ発想で積極的に市民と共同してモデル事業に応募すべきではないか。現在全国69自治体本県で手を挙げているのは日置市のみで、プロジェクト委員会研修作業チームを早速設置し、先進市視察などの活動を始めているが、取り組み状況を調査し検討できないものか、本市がモデル事業を取り組んだ場合予想される効果は何か、以上6点まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。生活困窮者自立促進支援モデル事業については検討の参考とするため、国やモデル事業を実施する自治体の情報を収集しているところでございます。おたらしの法案については、国としては生活保護受給者が約215万人を超え、とりわけ稼働年齢層が増加していることから、生活困窮者支援の充実強化に総合的に取り組み、特に就労可能な者に対して生活保護受給に至る前の段階から就労相談支援等を行うことにより、新たな生活困窮者支援制度を構築する必要があるとされているところでございます。国は25年度予算において生活困窮者自立支援モデル事業として約30億円を計上し、人口30万人を超える場合6000万円以内の必要枠を補助するとされているところでございます。モデル事業につきましては日置市の取り組み状況を含め今後も調査研究を行ってまいりたいと考えております。モデル事業につきましては生活保護に至る前の早期の自立を図ることを目的とし、生活困窮者の自立が促進されるものと、されております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。鹿児島市は NPO 法人のネットワーク化も進んでいますので、行政との共同で取り組む力量は十分だと思います。思いますので、研究ではなく、ぜひ導入へのご検討を要望しておきます。次に生活保護者からよく収入認定の方法について相談を受けますが、就労収入から控除される項目、一般控除と呼ばれる基礎控除、特別控除、必要経費及び内容について、また特別控除が本年8月廃止になった状況について、以上まとめてお示しください。藤田健康福祉局長。生活保護において就労収入を収入として認定する場合、就労するために必要な被服等の経費を対象とした基礎控除を収入金額に応じて控除するほか、社会保険料や税などの実費を控除しております。また今回の8月1日で基礎控除が引き上げられる一方、特別控除は廃止されたところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。生活保護のしおりの保護費の計算は給料や年金が収入として掲載されていますが、おそらく就労に伴う経費の控除が理解できないので相談が多いのだと思います。改訂版を作成される際は分かりやすく過失記載していただくよう要望しておきます。次に、今年8月に創設された生活保護制度見直しにおける就労活動促進費と今後再提案が予定される生活保護法改正案に盛り込まれた就労収入を積み立てる就労自立給付金制度、それぞれの具体的な内容、またこのシステムが就労インセンティブを高めることになるのか、以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。
就労活動促進費は、自ら積極的に就労活動に取り組む者について、その活動内容や頻度を踏まえ、月額5000円を支給するものでございます。就労自立給付金は、再度保護に至ることを防止するため、収入認定された金額の範囲内で、別途一定額を積み立て、保護廃止に至ったときに支給する制度とされているようでございます。いずれも就労 インセンティブを高めるものとされております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。これらの制度が就労インセンティブを高めることになり、保護廃止の廃止者が増え、受けなくてはならない市民に行き渡ることを願わずにはおれません。次に女性ホームレス生活者のためのシェルター設置についてお尋ねします。私は年に何度か女性ホームレスの方をお預かりしています。昨年はその女性が就寝されてから消灯しなくてはならないほど DV で逃げて怯えていらしたので、ゴールデンウィークは計画返上して1週間ほどお預かりしました。今月は私のフェイスブックに市民の方から高齢女性のホームレスの方がいると通報があり、早速翌日子どもと一緒に現場を訪ねたのですが、見当たらないので警察の相談窓口に尋ね案内していただきました。4ヶ月もその場でホームレス生活をされているらしく、当初からの様子を知っている方から体調不良で痩せてきているとの情報もあり、2時間余りの説得で何とか理解してもらえ、市役所保護課に休泊扱いのお願いに投稿しましたが、かたくなに生活保護を拒否され、また救護施設も検討しましたが個室でないから無理ということになり、私のうちに宿泊してもらうことになりました。翌日は生活保護の担当の方々、保健所、NPO 法人のスタッフの方々が駆けつけてくださり、次々に説得に入り、やっと保健師さんの説得で病院を受診することになり、選択した寝具や着替えなどを積んで病院に移動しました。入院扱いにならない場合の支払いがネックでしたが、医師から入院 OK が出たので、早速市長命令で入院させてもらい、ほっとした次第です。男性用シェルターはNPO 法人で運営していますが、女性や夫婦の場合は困ります。今回は特に議会中でもあったので、必要性を痛感した次第です。女性用シェルターの設置の検討はできないでしょうか。以上答弁を求めます。藤田健康福祉局長。女性のホームレス生活者に対しては、市でシェルターの設置は考えておりませんが、生活保護の申請がなされた際には、速やかに住居を確保できるよう支援をしているところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。考えていないという二弁もない答弁をいただきました。残念ながら、女性のホームレス生活者のシェルター設置について、このような答弁しかいただけなかったわけですが、今回のように保護を拒否される場合や DV 被害で怯えながらいきなりアパートの入居が無理な場合、休日祭日で役所が休みの場合など、個人がお預かりするのに限界がありますので、検討くださるよう要望しておきます。生活保護に関する最後に、生活保護者とりわけ単身男性は基本的生活スキルがない人が多く、料理も苦手で保護費受給後すぐに飲食費などで浪費してしまいがちです。このような保護者に対して金銭管理教育や料理講習などを行い、基本的な生活スキルをつける手立てはないものか。以上答弁を求めます。藤田健康福祉局長。基本的生活スキルが十分でない非保護者に対しては、その状況に応じ担当のケースワーカーが生活指導等を行っているところでございます。金銭管理については、社会福祉協議会の金銭管理サービスを案内しており、料理教室については、市の施設で行っている講座などを必要に応じ案内してまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。答弁いただきました。若いケースワーカーの場合、自分の父親や
祖父のような年齢の保護受給者に生活指導というのも難しいものがあります。金銭管理教育、料理講習など市の企画に参加しやすい工夫、啓発を要望しておきます。新たな質問に入ります。男女共同参画推進条例については先の代表質問で、教育に携わる者や市民事業者などの役割が盛り込まれて、素案に盛り込まれているとの答弁を伺い、大変評価いたしているところですが、単身男性の生活保護者、男性介護者が生活に挫折して支援が必要な状況になるのは相変わらず根強く残る性別による固定的役割分担意識の弊害と考えられますが、いかがか。また最終素案で DV セクハラなどの男女共同参画に対する阻害行為を罰則でなく禁止規定とした理由、また最終素案には苦情処理制度は盛り込まれているのか、以上答弁を求めます。下村市民局長。お答えいたします。国におきましては固定的性別役割分担意識にとらわれず、男性が仕事だけでなく家事や介護等に積極的に参画していくことが必要であるとして、男性にとっての男女共同参画の理解を深める取り組みが進められております。本市におきましても第二次男女共同参画計画に基づき広報啓発を行っているところであり、条例においても男女が固定的性別役割分担意識にとらわれず多様な生き方を選択できる男女共同参画社会の基本理念を取り込むことといたしております。盛り込むことといたしておりま す。次に DV やセクハラは男女の人権を著しく侵害する行為であり、男女共同参画社会を実現する上で克服すべき重要な課題であると認識しておりますが、本条例は男女共同参画の基本理念を定めるものであることから、罰則規定を設けることはなじまないのではないかと考えているところでございます。次に、苦情処理制度でございますが、市の施策や性別による差別的取り扱い等に関する市民からの申し出への対応についても盛り込むことといたしております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ答弁いただきました。いよいよ10月からパブリックコメントで市民の意見も反映されるわけです。より実効性の高い条例になり、性別による固定的役割分担意識が解消されることを願って最後の質問に入ります。戦後最大の薬害事件になるのではないかとも言われる子宮頸がんワクチンについて順次お尋ねしてまいります。本市における事業開始からのワクチン接種対象人数、接種者人数と割合、副作用について全国鹿児島市の被害相談数窓口、相談窓口はどうなっているのか、また副作用にはどのようなものがあり、重篤な場合はどうなるのか、副作用について医師、企業それぞれからの届け出数、以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。接種を開始した23年2月から本年3月末までの接種状況は、対象者18,921人、初回接種者13,288人、接種割合 70% となっております。全国で重篤な副反応の事例などが報告されておりますが、現在本市においては確認されていないところでございます。また副反応に関する相談につきましては、本市では保健所を窓口とし、月に 1,2 回程度の相談を受けているところでございます。副反応としましては、発熱や接種部位の痛みや腫れ、湿疹などがあり、重篤な場合には呼吸困難を引き起こすアレルギーや慢性の痛みを生ずることがあります。副反応の届け出につきましては、接種との因果関係の有無にかかわらず、医師及びワクチンメーカーから直接国に報告されることとなっております。接種開始から24年度末までに国に報告のあった件数は、医師からが1001件、ワクチンメーカーからは704件となっております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ答弁いただきました。事業開始の平成23年2月には、私は子宮頸がんワクチンの問題点を全国配布して知らせました。 70% もの少女が接種しているとはと伺い残念です。
副作用に国への届け出は医師から1001件、ワクチンメーカーから704件、本市では重篤ではないが副作用の相談が月 1,2 件とさして問題意識も感じられない答弁でした。次に日本人女性の子宮頸がんによる10年間の死亡率の推移、また20代に急増しているのか、本市の場合希望者のみの任意接種であったがきめ細かな説明判断材料の提供はしてきたのか、平成25年6月14日ついに厚労省がワクチンとの因果関係が否定できないと接種の症例を一時中止と自治体に勧告しましたが、そのことを受けて本市はどのような対応をしたのか、以上答弁を求めます。藤田健康福祉局長。子宮がんによる平成15年から24年までの10年間の人口10万人当たりの死亡率につきましては 7.7、8.1、8.3、8.5、8.7、8.8、8.6、9.1、9.4、9.5 となっており、20代では減少しているようでございます。任意接種であった24年度までは接種対象者の保護者に対しワクチンの効果や副反応、接種する義務はない旨などを説明した資料を配布し情報提供を行ってきたところでございます。本年6月14日の国の通知を受け、本市では差し控えの理由や接種時の注意事項等について速やかに医療機関へファックスで通知を行い、すでに勧奨を行った保護者に対しては個別にはがきでお知らせをするとともに市のホームページや広報誌においても周知を図ったところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきましたが、子宮頸がん死亡率が大幅に増えているわけではなく、20代ではむしろ減少しているとのこと。このことは後でお正ししますが、子宮頸がんワクチンが不要であることを裏付けることの一つです。接種する義務がないことは学校を通して説明しても税金で全額補助という点が問題なのです。去る8月23日に全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会が厚労省の田村大臣に提出した要望7項目の内容、また PMDA 被害を救済する医薬医療機器総合機構の指示通りに申請してもなかなか認定されていない方がいると聞いておりますが、どうか製薬会社サーバリックスのホームページにあるワクチンによる新たな自己免疫疾患発症率 4% という数値の意味について、以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会が国に提出した要望書の内容は、子宮頸がん予防接種の完全な中止及び定期接種の対象からの除外、速やかな治療方法の確立、患者の治療費用の救済、全員対象の因果関係の調査、多くの患者を診療している医師の国の審議会等への積極的な投与となっております。PMDA が公表しているデータによりますと、23年7月から25年7月までの間に申請のあった15件のうち13件に対して医療費や医療手当の給付を決定しており、支給されなかった2件については予防接種との因果関係が認められなかったものと、入院を必要とする程度の医療とは認められなかったものでございます。ワクチン接種による新たな自己免疫疾患発症率については比較するデータを持ち合わせていないところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ答弁いただきました。田村大臣は厚労省で直接訴えた少女たち一人一人と握手をして、苦しい だろうけど頑張ってくださいとねぎらいの言葉をかけられたそうです。被害者連絡会の要望が届くことを祈るばかりです。次に子宮頸がんを発症する5段階 1HPV ヒトパピロマウイルスというウイルスに感染、2自然排出させずに持続感染、3持続感染から軽度異形性となる、4軽度中度高度異形性前がん病変と
となる。5. 前がん病変から子宮頸がんへのプロセスについての認識をお示しください。10万人中7人のがんを予防できるワクチンで、すでに10万人中 30.8 人が重篤な副作用にかかっているという事実はどうか。前がん病変で発見されても治癒率が高いのであれば、ワクチンでなく定期検診を進めるべきではないか。巨額の公費1人当たり約5万円を費やし、無料の任意接種でこれまで要した全費用はいくらになるのか。以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。HPV に感染しても 90% 以上の場合において、ウイルスは2年以内に自然に排出されますが、ウイルスが排出されず数年から数十年にわたって感染が持続した場合、前がん病変となり子宮頸がんになることがあるとされております。国の専門部会の資料によりますと、医療機関から報告のあったサーバリックスワクチンの重篤な副反応の発生頻度は接種10万件につき 1.3 件となっております。ワクチンはすべての HPV の感染を予防できるものではないため、本市においては予防接種の案内に合わせて子宮頸がん検診を定期的に受けることを進めているところでございます。事業開始した平成23年2月から24年度末までの総事業費は約5億9700万円となっております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。約2年間で子宮頸がんワクチン総事業費5億9700万円は驚くべき税金投入です。心ある医師たちに国を挙げての小学校6年生から高校1年生までの少女を対象にしたワクチンビジネスと言われていますが、同感です。次に、平成22年12月議会に追加提案された補正予算に反対討論で警鐘を鳴らした項目について、子宮頸がんを 100% 予防するような宣伝をしているが、 HPV は100種類以上あり、特にリスクの高いものが15種類あり、その中の16と18型の2種類を予防するのみか。ウイルスが原因とはいえ、これらの発がん性 HPV ヒトパビロマウイルスに感染しても 90% 以上は免疫により体内から自然に消失するために、子宮頸がんに進展するのは約 0.1 から 0.15% とごくわずかか。厚労省の厚生科学審議会感染症分科会の予防接種部会への報告によれば、22年度予算化当時最低6年強ということで、臨床経験が浅く実績評価は不十分だったのか。小学6年から高校1年にわたる少女たちが半年に3回接種しても効果は一生ではなく約6年、つまり20数歳までしか予防する抗体は持たないのか。以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。サーバリックスは国の予防接種部会の資料によりますと、 HPV16 型と18型の2種類以外の33型および31型に対しても予防の効果があるとされております。国立がん研究センターのホームページには、 HPV の感染から前がん病変および子宮頸がんの発症確率については明確に示されておりませんが、感染した方の多くは無症状で経過し発がんすることは稀だとされております。また一方で、1年間の子宮頸がんの罹患者は約9800人で、死亡者は約2700人とされております。サーバリックスにつきましては、使用開始からの期間が短かったことから、22年当時に確認をされていた効果の持続期間は最長 6.4 年であったものでございます。現在ワクチンの効果の持続期間は、これまでの臨床試験の結果等を踏まえ最長 9.4 年とされているところでございます。また統計データによる研究では、少なくとも20年にわたって効果が期待されると推測をされております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ答弁いただきました。サーバリックス、ガーダシルの2種類のワクチン
ワクチンとも予防できるのは16型と18型のみです。16型と18型以外の高リスクのヒトパピロマウイルス31、33、35型をはじめ、45、51、52、56、58型などの感染を予防することはできないと厚労省が伝えており、33、31型に対しても予防効果があるという答弁はおそらく誤認だと思いますので、再度調べていただきたいと思います。年間約36万人が癌で亡くなっている中、子宮頸癌は2700人。ワクチンの効果があるという16型、18型は 99.9% の女性が感染しない方で、答弁されましたように癌発症も稀です。しかも効果の持続期間は 6.4 年ということは、小学校で接種したら成人するときには効果はすでにない。そして先に答弁いただいておりますが、20代の子宮頸がん死亡率は減少しているということです。感染した後にワクチンを接種したら効果がないどころか発症を促す、もう矛盾のるつぼです。そのために少女たちは予防ワクチンを無料接種、ワクチンビジネスと言われるからくりが見えてまいりました。多くの問題が何一つ解決されることなく、健康福祉局のみの検討で始まった子宮頸がんワクチンの接種は、厚労省の一時奨励の中止ではなく永遠に中止すべきと思いますが、見解をお示しください。藤田健康福祉局長。子宮頸がんの予防接種につきましては、今年4月から予防接種法に定める定期接種となっておりますが、今回の接種勧奨差し控えの措置につきましては、国において副反応等の調査を実施していることから、今後の国の方針を見ながら対応してまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。答弁いただきました。国が副反応調査中なので国の方針を見ながら対応したいとのこと。疑わしきは使用しないのが命優先の措置です。本市のホームページは接種奨励の差し控えについてクリックしないと読めません。他都市では差し控えという分かりにくい表現ではなく、厚労省の子宮頸がんワクチン接種は積極的にはお勧めしていません。接種にあたっては有効性とリスクを理解した上で受けてくださいに近い表現で、更新日を起死、少女たちにも分かりやすく啓発しています。このようなワクチンにすでに本市だけでも国からとはいえ6億円近くを投じているのはまさに税金の無駄遣い。その分検診を徹底していただきたいと思います。問題だらけの子宮頸がんワクチンは永遠に中止すべきとお伝えし、私の質問をすべて終わります。以上で小川美佐子議員の個人質疑を終了いたします。ここでお諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、明日に宴会いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお明日は午前10時から会議を開きます。本日はこれにて宴会いたします。